治療を受けながら仕事をしていたという八千代さん。リンゴとか食べるでしょ、これ。食べた。なんかちょびっと食べてた、今もらって。初めて食べた。体調不良が続いたため、検査をしたところ、肝臓に転移したがんが見つかったということです。ズームズーム。私はいつも楽しく、ケンちゃんに一番した。楽しい気持ちで。